祥寺のレラバイアフロードの畑中雅俊です。今日はくびれショートをカットさせていただきます。後頭部の丸みと、襟足のタイトさ、あとは全体もすっきりしたシルエットがポイントになります。今日はよろしくお願いします。はい、ではカットしていきます。はい、まずはイヤートゥーイヤーですね。耳の後ろで上げ取ります。はい、でここも、頭の形を触って、盆のくぼの少し下でスライスを取ります。で、アンダーセクションをカットしていきます。で、くびれショートの時は、スライスを立てていきます。で、そこの一番、上の髪の毛が鼻まで、首の肌のところまで落ちてこないところで設定するようなイメージにします。で、角度は、だいたい60度ぐらいですね。ちょっと高めに引き上げてカットします。で、カットの角度は床に対して垂直ですね。90度の角度でカットすることによって下の方に長さが残るようになります。で、角度を上げて切っていることによって頭の丸みに沿いやすくタイトな襟足になりやすくなります。はい、切り終わった状態ですね。で、やっぱり襟足の長さが長めに残っている状態で、これもまた、少し扇状にスライスを取ってレイヤーを少しつなげているような感じになります。で、アウトラインを切らないように注意してください。では次ミドルセクションになります。鉢を中心に、取っていきます。で、その上も、縦スライスでカットしていきます。で、ポイントはアンダーの、カットしたところに、ミドルのカットした髪の毛がつながらないようにするのがポイントです。で、どこに落ちてくるかをチェックしながらカットします。で、オンベースでカットしていきます。で、次耳の後ろのセクションですね。ここに関しては穴が開きやすい部分になりますので、オンベースよりは少し後ろに引いてカットします。
ここも後ろに、はい、少し引いてカットします。はい、で反対も同様ですね。前のガイドに合わせて、はい、ここも、ここはまだオンベースですね。はい、でこの辺になったら、少し後ろに引いてカットします。はい、長さをチェックして、でやっぱり少し長めに設定して上げるのがポイントですね。ではその次にそのままサイドの方ですね、進めていきます。はい、でそこは、オンベースでカットします。でラインがやや前下がりのラインになるようにしたいので、オンベース、ここもオンベースで、前のガイドを拾ってあげて、はい、カットして、で顔周りですね、顔周りはその前のところに合わせてカットするので少し後ろに引きます。で後ろに引くことによってやや前下がりのラインになります。はい、でサイドも同様に、でそこはオンベースですね。でここもオンベースです。でここもオンベースで、顔周りを1個前のパネルに合わせて、はい、カットします。はい、で長さをチェックします。はい、で次はオーバーセクションになります。はい、これも同じく縦のスライスで、ここは放射線状ですね。落ちる位置でカットして、下のミドルとの角度をしっかり揃えてあげてください。角度が高くなりすぎて、ウエイトが高くなりすぎないように注意してカットしてください。
で、また顔周りの方は、はい、少し後ろに引いてカットします。はい、放射線状に同じ角度で切っていきます。で、しっかりトップの髪の毛もコーミングするのも大事ですね。で、ここは一つ後ろに引いて徐々にカットしていきますね。はい、はい、では次は、前髪と顔周りになります。で、綺麗に、放射線状に溶かして前髪を作ります。肩幅は、黒目と黒目の間のところですね、カットします。で、次は、サイドと前髪をつなげていきます。で、角度は、斜めに45度ぐらいに引き出して、少し今回逃がしながらカットします。で、少し斜め45度の逃がしながらでカットすることによって、顔周りのところにこうゆとりのある髪の毛が残りやすくなるので、で、こっちの方は少し滑らせながらですね、切ります。はい、で、長さもチェックします。で、お土産を切らないように気をつけてカットしてください。で、顔周りが切り終わりましたら、最後は、トップの角を取ります。上に引き上げて出てるところ、三角になっているところの角を落とします。で、顔周りは後ろに一つ引いて、切りすぎないようにします。
はい、これでウェットカットが終了ですね。はい、では次はドライカットになります。まずは耳後ろですね、2センチスライスで、根元からしっかりここは量を取ります。スニング、3% でしっかりと耳後ろは量を取ります。で耳後ろはほんとなくならないぐらい毛先もしっかり軽くて大丈夫です。はい、では次ですね、また斜めスライスで2センチ、毛先3分の1ですね、次から切っていきます。で濃さを見ながら、カットしていきます。はい、その次も毛先3分の1ですね。はい、でトップは同じく3分の1なんですけれども、あまりこう中間寄りに行き過ぎないようにするっていうのがやっぱり表面のセクションは大事になります。はい、はい、で反対側も同様にカットしていきます。はい、で表面も3分の1ですね、取ります。はい、では次サイドになります。はい、でサイドも3分の1で、1線目は結構薄めにしてあげます。でこの時のハサミの入れる角度も少し、斜めにしてあげるのもポイントです。で、もみあげも残りやすいのでもみあげだけ分け取って量を取って、で濃さを見ながら量を取ってください。はい、では次ですね、でここも同様に3分の1ですね。で基本的にセニングの場合は、スライスは横で切っていきます。理由としては落ちてきた時の、量とか透け感っていうのが、分かりやすいので横でスライスを取って毛先を取っていくっていう形になります。表面も3分の1ですね。で角度を少しずつ、エレベーションを上げながら量を取るようにしてください。では反対側のサイドも同様に、量を取っていきます。はい、で表面も同様にカットします。はい、で次は顔周りですね。で顔周りも顔周りのラインに合わせて2センチスライスで、毛先3分の1ですね。でこれも濃さを見ながら落ちる位置ですね、一度落としてみて溜まってる部分を見ながらカットします。
で次のパネルですね。で下の切ったところは切らないように注意しながらまた毛先3分の1を取っていきます。で表面ですね。はい。で反対側の前髪の顔周りも同様に両を取っていきます。はい。で次は、襟足ですねの量をまず根元から取ります。でボンのくぼ下に関しては、根元からしっかり量を取ります。でこれも濃さを合わせるような感じですね。根元からしっかり取って毛先の透け感を見ながら、量を取ります。で最後に襟足を詰めるのでまだここで長さをしっかりと作らなくて大丈夫です。量を取るだけっていうイメージで大丈夫です。でこの毛先の濃さですね、透ける感じが同じようになるようにイメージして量を取ります。はい。では次は、チョップカットを入れていきます。2センチスライスで縦ですね。で量を取ります。で3分の1より少し深めですね。できれば2分の1ぐらいのところまでハサミが入れられるのが理想です。で放射線状にできれいに溶かしてあげた方が、均一に量を取ることができますので、できればかなり三つ葉のコームで切ってあげた方がきれいにシェイプができますので、理想は三つ葉を使ってください。でこのまま同じようにサイドまで量を取っていきます。はい。でトップの方を取ります。で今回はスライド表面ですね、スライドのハサミで中間から毛先にかけて先細りを作るように量を取ります。中間から毛先にかけて毛流れを作っていきます。でサイドも同様に量を取っていきます。はい。では次襟足をカットしていきます。でスライドのシザーで、中間から毛先にかけて、滑らせながらカットします。で手でなかなか持てないので、今みたいにコームで少しこう押さえながらで、ハサミの入れる角度は、上からですね、斜め45度ぐらいな感じで、
入れていくのを意識します。でやっぱ上から入れることによってレイヤーが入るので、収まりやすくなります。で、まあ、カットする時のポイントは、色のやっぱり濃さを見るところですね。毛先を先細りにしながら濃いところですね、髪の毛の濃いところを薄くしていくような形で量を取っていきます。で先にセニングが入っていますので、スライドのカットがすごくしやすくなりますので、先にセニングを入れておきましょう。はい、でコームで、で少し、スタイリングした時に前の方に襟足が行ってほしいので、前の方に少し溶かしながらカットします。で濃さをしっかり見ながら、はい、先細りを意識していきます。で少し手ですね、押さえてあげて中の毛を押し出しながらカットします。でセニングでもできるので、慣れない方は、スライドシザーではなくセニングでもできますので、やりやすいやり方でやってください。で長さを残していたので、最後にそのサイドと襟足のつながりっていうのが作りやすくなりますので、ウェットカットの時は必ず長めに残すようにしましょう。でそれでも多いところはセニングだったりとかでまた量を少し取ります。はい、で顔周りもバランスを見ながら毛先にセニングを。基本的にノーテンションで、落ちてきた時の濃さを見ます。はい、では仕上がりがこのような状態になります。今回はくびれのショートですので、襟足がしっかりタイトになって、その上に丸みが乗っかってきて、くびれ感をしっかりと出すようなデザインになっています。前から見てもひし形っぽいシルエットがポイントになりますね。でスタイリングはバームになります。よく手に伸ばして、で一番収めたい襟足からまず最初につけます。はい、で襟足をしっかりつけたら、サイドの内側、ここも根元付近からですねつけていただいて大丈夫です。
で、つけたら表面の毛先、中間、根元の順番で徐々につけていきます。で、しっかりと手ぐしを通してまんべんなく全体になじませます。で、全体につけたら一番最後に前髪ですね。で、中の方を先に触ってあげるような感じになります。で、しっかりなじませてからコームで溶かしながら形を整えていきます。で、放射線状に落ちるように意識して溶かすようにしてください。で、全体になじませたら形を作っていきます。で、きれいに質感を出したい場合は、コームで溶かしながら作っていくとすごくきれいに出しやすくなります。で、トップのふんわり、後頭部の丸み、あと襟足をタイトにしながらシルエットが綺麗になるように作っていきます。はい、で、耳に、かけてあげてすっきりさを出してバランスを整えていきます。はい、で、サイドも同様に耳にかけてスタイリングをしていきます。はい、ではスタイリングが終了しました。で、襟足がタイトで、しっかり後頭部に丸みがあってくびれるようなシルエットがポイントになります。はい、ご覧いただきありがとうございました。今回はくびれショートをカットさせていただいたんですけれども、ポイントである、後頭部の丸み、襟足の、タイトさ、スッキリさですね。あとはトップも、レイヤーが入っているので、より動きがあるデザインが、ポイントだとありますので、ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございました。